あ、ここ来た。これです。今回。ウィニングポスト10。知らない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 。から実装された馬ソナリティというものなんですけど、うん、まあ、馬それぞれにこう特徴があるよねっていうところを盛り込んだものですね。うんうん、性格的な部分でしょ。あ、そうです。やば。アナグラム山口は爪が甘くて使い爪バツ。嘘だろ。これちょっと厳しいっすね。アナグラム山口そんなんじゃねえよ。いや、めちゃめちゃ出そうですけどね、レース。ライバル馬も出てる、はい、何出走してるってゴール前で人の部屋聞かない。全然オールフェーブル出てるあのレース回避しましょう。あの、ダメです。ちょっと隙間狙っていくか。これってさ、もう、何回じゃ、ま、リセットしてやったらまた違う性格が出るのかな。いや、多分アナグラム山口はもうこれです。もうウィン、そうなんだ、はい、アナグラム山口という馬はもうこういうことなんですね。でもさ、短所が可愛いじゃん、やっぱそういうのがやっぱ愛されるわけよ、はい、行きましょう。で、例えばこの、うん、今回ウィークポイントですけど、うん、いいところも、あったりして、うん、だからその馬の個性に合ったものを自分でレース選びしていく。そうすると勝ちやすくなるみたいなシステムですね、これは。なるほど、めちゃくちゃいいじゃん。個性がやっぱ出るってそういうことだよね。やっぱ個性に合った騎手選びとか調教師選びもできるんですよ。へえ、はい、バシバシしばいてくれる人のが良ければ鎌田さんとか、うん、例えばそうなってくるんですよね。あ、そうなん、はい、あんまり叩くの嫌とかだったらそういう騎手とか馬によって。本当だ、はい、馬ソナリティとはそれぞれの馬たちが持つ性格や癖といった内面的な個性を指します。負けず嫌い、努力上手などプラスに働くものもあれば、手抜き癖、爪が甘いなどマイナスに働くこともあります。村っ気とかもあるんだ。状況に応じてプラスかマイナスか。へー、面白そうだね。多分いい時は自分の能力以上を出すけど、悪い時はもうガンガン落ちてっちゃうみたいな。これさ、史実馬だからさ、ある程度決まってるだろうけどさ、はい、あの自家製サンバ、本当にオリジナルの馬だったら、それはもうランダム、生まれのランダムです。で、しかも調教とかでついてったりするしていく感じだと思います。ちょっと山口さん、これまたいい要素作ったね。素晴らしい。そういうのがいいんだよ。そういうのですよね。おもろい。それはマジでおもろい。本当に現実の競馬に近づいてってるゲームが一生できるね、じゃあ。ですね、うん、30時間配信、30時間ぐらい。ちょっと、いや、このゲーム本当にやばいよ。始めたら終わるよ、本当。ずっとやってるから。気がついたらそんで2020年とかになっちゃって、はい、もう一回80年からやろうみたいな感じで一生その間ループしちゃう。一生ループしちゃうから。ですよね、もう、うん、これはマジでおもろい。で、こう、人との出会いとか、この辺は前から、ちょっとまた割愛しましょう。ありました、ね、なんかそのいろんな牧場周りに、うん、その記者さんとかライバル そのファームの関係者とかと出会って、そこでなんかそのお守りって言って、史実馬獲得するのに使う、ね、要素のものもらったり、いろんなアイテムもらったりできると、はい、その辺は以前から引き続きそうっていう感じで、まあ、今回結婚しちゃったんですけど、結婚もできると。そう、ああいう女性の方たちと。一応これがあの画面、馬の画面ですね、うん、でもうちょい進んでいくと、こういろんな画面で見れたりするんですけど、うん、能力とかがまだ見れない状況です。能力が分かってないので。アナグラム山口ツヤッツヤじゃん。いや、ツヤッツヤっすもん。ピッチピチじゃん。なんなら濡れてますね。ね、濡れてるよね。なんなら濡れてますね。お風呂上がりだよね。マジで。やば。この筋肉のツヤ。でも本当、あの調子も上向いてて、うん、疲労もなく、実は京都記念っていうところなんで、うん、2月の3週ですね。京都記念はどういう感じかな。1800m で、うん、あ、2200m か。うん、で、まあまあ、あの適性も合ってるところで、うん、これ相手何出るんだろうな。見れんじゃないか。それによる。あのこれもあの調教師の方に話聞くと、うん、いや、チュートリアルまではちょっと喋んなって言われるんですよ。なんで？あの、いや、もう俺の言う通りにやれみたいな言われるんですよ。なんで京都記念は帰らないですよ。そうなんだ。なんかこのゲーム内、ね、まあ、いいからそういう要素あるけど、いいからお前俺の言うこと聞いとけって調教師に言われるんですよ。なるほど、じゃあまあ従いましょう、うん、はい、ここはまあさすがの俺もそれは従います。はい、まあ今年、今年京都競馬場って新しくなるんですけど、うん、はい、そこで本来行われる、ここ3年間4年間ぐらいは阪神競馬場で行われてた 2200m のレースですね。あ、なんかそうだね、はい、今年でいうとドーデュースがめちゃくちゃ余裕で勝ちました、そのレース。あ、そう、はい、今年の京都記念は詳しい、さすが京都競馬場えぐいんだ。いや、えぐいっす、めちゃくちゃ行きたいです。どういう感じなの。いや、なんかもう、まあ、それはあの最近できたばっかなんでそうなんですけども、
すげえっす。綺麗なんだもん。はい、綺麗で行きてめちゃめちゃ多分あの競馬知らない人もデートスポットで行ってすっげえいい感じだと思います。映像で見たいっすね、はい、あれあなんかソフト調整向きソフトな調教を行ってくれる調教師と相性がいい、うん、馬園が今つきました、なんかでも、まあ、若干怠惰に寄ってってない？なんかそうですね。アナグラム山口そもそも爪が甘いんだったらバチバチ芝居てもらわないとバチバチ言ってほしいけどいいように言ってるけどさ、まあ、ちょっと優しくしてよってことでしょ、うん、なるほど。なんかだから爪甘いんでしょうね。そうね。アナグラム山口はガンガン言ってほしいよね。あ、これで何これ？こちらが史実調教っていうことで、うん、史実に基づいた、うん要するに何年代こういう調教が流行ったとか何年代にこういう調教があのいわゆる一般的な調教じゃなくて、うん流行ったものとかを取り入れてるんで、うん、なんかその時のあの調教とか、まあ、今でもできることはできるんですけどやっぱ最近はもうどんどん AI とか発達しててこれがいいこれがいいってい う, もう最適解しか選ばない中、うん、こういう昔ながらの史実調教も遊べる選べるっていうところを。しかもさ大成功率 30% とかあったじゃん、はい、そういう要素もあるんだよ。それはもう効果が莫大するとか馬の調子が上がるとかそういうところだと、詳しくはこの辺に。やっぱこのエーテクもあれだな、すごいそういうゲーム作るの上手だな。他のタイトルでもやっぱおもろいゲームいっぱい出してるもんね。この辺がゲーム好きな人のくすぐるポイントですよね。そう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 、いい要素ですね、はい、レースまで2周ちょっと史実調教せっかくなんでやってみようぜ。いきますか。この馬が、うん、まずまだいけないソフトだからあんまり史実調教向いてねえんじゃねえ。もう、うん、なんかそんな気しますよね。反応とか多分きついでしょ。どうなんだろう、引っ込み思案。あでもこれチチケットを長距離の馬プラス 10% されるとか、あそういう要素も。3200だから、はい、ちょっとあれだね。あここはプラスにありそうだね、疲労が上がる、疲労が上がる大丈夫か。何週間後、2週間、2週間です。まあ大丈夫だと思います。行っちゃおっか。ちょっと、うん、角馬場長距行きますか。行ってみようかな。はい、テンポよくこの辺はちょっと行きましょうか。はい、ちょっとレース見たいんでね。うん、レースあの最初のレースはさ、はい、あれしようぜ、全部しっかりさ、はい、見ようぜ。あ、ちゃんとレース全体を、全体を見るというか。これ前作の絆とかは なくなってんのかな。あ、多分そこが、これになってんの、気合い乗りに変わってると思います。なんかその配信見た感じと天をちょっとやってみた感じ、うん、多分そこが気合い乗りっていうところに、馬のやる気みたいなところですよね。あ、そう違うわ、絆ってあれですか。そう、あの調教師との絆とかで上げれる、うんうん、そう多分そこはどうなんだろう、変わってるのかないんですかね。うん、まあ、ちょっとやっていけば分かるから、うん、はい、まあ、少なからず1年やってみた感じではそれはなかったですね。じゃあ多分、はい、その要素は投資が気合い乗りだ。そうだ、史実調教になってんだ、うん、絆が。なるほどね、そういうことか。うん、だ調教師とかとの相性が良くなってくると史実調教を選べるものも増えてくるっていうところで。おー。